見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。かつては安泰の代名詞だった正社員。だが、彼らの大半は負け組、予備軍だった。70歳まで働く未来を想定し、なんとか会社にしがみついてやり過ごす、というスタイルはもはや通じない、45歳定年制、発言が物議を醸し、仮に70歳までの定年延長が実現したとしても、正社員を襲う絶望的な近未来をシミュレーションする。負け組正社員は、定年が早まれば地獄の転職市場行き。今年9月、サントリーホールディングス社長の新浪剛史氏が同友会の夏季セミナーにて、45歳定年制を提唱し物議を醸した。法改正の問題などで実現はまだ先だろうが、実現すれば企業側のメリットは計り知れない、と分析するのは経営コンサルタントの中澤光明氏だ。優秀な社員とは定年後に再契約し、お荷物になってきた社員はさようなら。40代での定年は、企業側からするとパフォーマンスの効率化と不良社員の削減が一挙に達成できてメリットしかない。しかし問題なのは、1社が45歳定年制を採用した場合、同業他社が65歳まで雇い続けると宣言すればみんなそっちに行ってしまいますよね。始めるとしたら各社が足並みを揃えて一斉に始めるしかない。新浪氏の発言に作為的な匂いが、45歳定年制の問題点を挙げるも、中澤氏は続ける。今回の新浪氏の発言は、そんな早期定年制度のムードを醸成するための作為的な匂いを感じます。かつて年金支給年齢の引き上げが10年スパンで議論され、国民の空気感が次第に、仕方ないか、と変わってきたように、早期定年も段階的に取り入れられていくのでは、翌日、新浪社長は、首切りではない、と釈明している。定年延長されても低賃金買い殺し。定年が早まれば、ごく一部のエリート以外は強制的に地獄の転職市場行き。一方、政府側は、公的補助を頼られるよりも国民を企業に養ってもらいたい、という思惑で70歳までの雇用義務化を推し進めている真っ最中。仮に定年が延長されても、正社員には過酷な未来が待ち受ける。70歳まで雇用が義務化されても、待遇面での義務はない。雇用を維持するため、早ければ30代から給料は据え置きでひたすら買い殺しにされることも想定される。経営コンサルタントの日置健氏、定年が早まろうが延長されようが、正社員には苦難の道しか残されないのだ。指揮者のプロフィール。経営コンサルタント中澤光明氏、経営コンサルタントとして活動する傍ら、経営者として破綻企業などの再生を行う、好景気だからあなたはクビになる、不走写真書、など著書多数、経営コンサルタント日置健氏、日置コンサルティング事務所代表、変革するマネジメント、ちくら書房、歴史でわかる、リーダーの器、産業能率大学出版部、など、著書多数、取材、文、週刊スパ編集部、週刊スパ。10月5日発売号の特集、正社員、9割は負け組、説、より、正社員、9割は負け組、説。一貫スパ。